こんにちは。ハイデヤキチャンネルに来てくれてありがとう。今日は物流の話をします。で、物流といってもいろいろありまして。で、今日はこの宅配便ですね。宅配便の話をしたいと思います。で、最近の日本っていうのは、書いておきましたけど、購買スタイルがもう完全に変化したというふうに言われております。それはこのネット通販というのが非常に増えてきたということで、で、その宅配の業界というのは、この日本郵政が値下げすると、ヤマト、黒猫ヤマトが値下げして、佐川が値下げするというような感じで、値下げ競争を今までやってきたっていうんですね。それで、その結果、従業員は忙しくて、仕事が忙しくて、まあ、ブラック会社になっちゃった。それから、利益が出ないビジネスになってしまったと。で、業界全体がブラックになっちゃった。こういうことですね。それで、今日のニュースで、黒猫ヤマトの宅急便の会長さんと社長さんが、役員報酬の3割を返上して、それはもう何ヶ月も返上というようなことが出ておりました。で、これは結局なんでかっていうと、この長時間働かせて、賞金を払わなかったとか、まあいろいろそういう問題があって責任を取ってそういうことになったわけなんですけども、ネット通販の大手というのはこのアマゾンという会社なんですね。アマゾンの通販。で、当日配達。朝注文したら当日配達。ということで、非常に便利は便利なんですけど、そういうことで、この宅配の従業員にものすごく大変な負担がかかるということで、この佐川急便がアマゾンから撤退したんですね。で、これはいつ撤退したかちょっと調べてもわかりませんけど、で、その佐川がやってた分も、黒猫ヤマトに来たもんですから、仕事が、アマゾンの仕事が。で、黒猫ヤマトの、大体4割ですね。4割が、アマゾンの、これですね。アマゾンの、この箱、荷物だと言われてるんですよ。で、まあ僕も、1週間ぐらい前に、朝、10時ぐらいに、スマホで注文してもらったら、もう夕方にはこれが届くと。これ、9000円のタブレットですけども、ここに Amazon って、わかりますか？ Amazon って書いてあります。まあ、こういうことで便利は便利なんですけど、宅急便の業界っていうのは、もうベテランがね、だんだん高齢化してるって言うんですよ。で、まあ、さっき言ったように、給料は安くて、仕事が忙しくて、そういうことですから、もう慢性的な人手不足ということで、まあ、トラックは、余っていても、運転手がいないというような状態だというんですね。で、これはなんでそういうことになってるかというと、このアマゾンが、より早くで無料配達という、配達料がね、無料なんですよ。送料ね。送料が無料。で、これはな、あの、アマゾンの、プライム会員というのに、年会費聞いたら3900円とか、ちょっと正確じゃないかもしれませんけど、年会費3900円払ったら、送料はほとんどの商品が無料。しかも、映画がすごくたくさん、タダで見れるらしいんです。まあ、そういうことで、十分その元引けるんだって知ってる人が、プライム会員ですから、さっきのこれはプライム会員の人に頼んで買ってもらったわけですけど、まあそういうことで、まあ便利で、朝注文したら、夕方には
到着すると。で、その人の話によるとプライム会員が日本で6600万人いるって言うんですよ。で、9時か10時に注文したらその時にその日のうちに届くというこういうことですね。まあそういうことで大変な事態にこの物流業界、まあ特に宅配便の業界は大変な事態になっているということで、佐川が撤退したので大和にこの負担が一心に黒猫大和に来てしまったということで、しかも大体2割が再配達になるということで、もうそれはもうニッチもサッチもいかない状態になってしまったということで、調べますと、まあ、大体トラックが6割ぐらいの荷物で出発しないと時間に間に合わないから効率がすごく悪いということで、まあ、まるで空気運んで街の中走り回ってるような状態だということですね。で、自転車やリヤカー や軽のトラックに、小型化してやると今度は人件費が増大するということで、もう宅配業界はもう利益が出ないというようなことで、宅配会社に面接に行くと、まあ明日から来てくれというようなことを言われるらしいんですね。で、その、アマゾンなんかはもうとにかくプライム会員ですと朝注文したらその日に夕方には届くということで、歩いて5分のところにコンビニがあるような人でも、水とかお茶とか米とかいうようなちょっと重いようなものはこのアマゾンで注文してスマホでピピピッと注文すれば来るわけで、送料無料ですからね。だからもうなんて言いますかね、朝9時ぐらいに思いついて注文して、で昼ぐらいに注文するとまあ明日ですけど、まあいいや明日でもいいやみたいなのが注文して、また夕方を思い出してこういうもん注文する、でそのたんび宅急便のその運転手が運んでくるというようなことになってるんですね。まあとにかくもうどうにもならん状態で、で最近はですね、いろいろヤフーとかでヤフーいろいろ調べますと、このヤマトはもうニッチもサッチもいかんということで、さっき会長と社長が3割の役員手当返上したっていうんですけど、これは従業員をまあこき使ったから、まあ申し訳なかったっていうようなことで返上してるんですけど、本当はね僕は違うと思うんですよ。なぜかというとね、アマゾンとかそういう通販の会社にもう荷物を減らしたいと、だからもうこれだけの送料をくれないと払ってくれなきゃもうお宅の仕事はやらないんだという、こういうことを言ってもうものすごく強く出ておるんです。もう交渉の余地ないって、もう会社で決めてきたみたいな感じで、黒猫ヤマトの社員が来てもう通告みたいな感じで、これだけですみたいな感じ、もう嫌だったらもうお宅の荷物やりませんみたいな感じで、ですからもうこの通販会社はもう困りに困ってるっていうんですよ。でその取り扱いを打ち切られた通販会社は行くとこがないんですよ。もう日本郵政に行っても人手不足で断られ、佐川急便に行っても人手不足でやれませんと断られ、他のとこ行っても同じように人手不足でやれませんと断られる。もう、なんていうか、通販会社はもうずっと10年ぐらい付き合いがあれば、もうしょうがないでって やるわけですけど、新規で新しいとこに行ってお願いしますって、何言ってんだみたいな、顔洗って出直せみたいな、そんな感じになっちゃって。で、僕の聞いた話では、町の小さな通販の会社で何かこれいうものだけを扱っているという会社があるわけですけど、まあ1日に50個ぐらいの荷物を出して、でその今まで通販宅配会社とうまいことをやって50個のうち10個ぐらいが長さ70センチまでだったら1000円ですけど、80センチになったら1500円ですよみたいな決まりがあるわけなんですよ、その会社の決まりですが、それはまあ目をつぶって
80センチや90センチでもいいです。まあ、70センチと同じ料金でやります。まあ、お宅は古い付き合いだし、そこそこ荷物出してくれるからみたいな感じでやってたところが、最近このいろいろそのアマゾンと交渉なんかやって、だん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 交渉がシビアになってきて、その今までは夜9時まで取り来てくれたのが、もう7時で終わりですので、それ1分でも過ぎたらもう行きません、明日ですみたいな感じで断れる。それからもう寸法測って、いやこれはもう今までは1000円でしたけど、これは1500円もらわないやれませんみたいな感じでなってて、もうだから日本中のそういう中小 の、 会社がもう非常に困って、まあ、1ヶ月1000万ぐらい の、 この総量 だったところが1300万とかそういうふうなことになってるっていうんですよ。でもう、宅配会社が、そんなガタガタ言うならもういいですよ、そいてくださいみたいな。もうそういう話になってきて、もうだから大変な事態になってるし、まあ、僕もいろいろ物流のことはよく分かりませんでしたけども、まあとにかくひどい話で、このさっき言ったアマゾン の、 プライム会員っていうのはまたどん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 増えて、でもう今宣伝してこういう形でこうですいいですみたいな感じでやってるもんだから、今更お客にいやこうですなんてなかなか変えれんから、だからまあ便利、まあ我々は安く買えるからいいんですけど、まあ、で長続きしたいですよこのやり方は。まあ、確かにそれはこうね、黒猫ヤマト の、 4割だったから、4割がこのアマゾンの荷物だっていうんですよ。まあ、それをもう一生懸命配達して、まあとにかくまあどうなることか分かりませんけど、まあ会長もいや社長も3割 の、 役員報酬返上して、まあ、東芝が倒産しそうだなって、東芝 の、 社長やなんか、役員報酬返上したなんてあんまり話 してるかもしれませんけど、16万人 の、 社員が路頭に迷うかもしれんみたいな話してるんですけども、本当にまあえらい事態になってくるということで。今日は物流の話を、ちょっと慣れない話ですけど、ちょっと調べていろいろ言いましたけど、まあ本当に大変なことで、日本ってのはこれから人手不足になるんですけど、まあ日本の縮図みたいなのが先に来たっていうような感じで、まあハイデ焼きチャンネルですけど、まあ来てくれてありがとう。